鑑賞、思い出の贈り物。気合い入れろこの野郎。違うな。やる気があるなら何でもできる。しっくりこねえ。ラズ、何をブツブツ言ってるんだ。クロード、いや、これはだな。僕に言いたいことがあるなら面と向かって言ってくれれば。違うんだ、これはその練習なんだよ。練習？ほら、どんだけ勇敢な兵士でもちょっとしたことで戦意喪失することがあるだろ。確かにモチベーションのコントロールは前線に立つ兵士にとって死活問題だな。そういう時、仲間がグッとくる言葉をかけりゃ気合が入るんじゃねえかなって思ってさ。なるほど、いいアイデアかもしれない。だけど、かける言葉はよく考えないと。なあ、それでいろいろ試してたんだが、俺の一押し聞いてくれるか。もちろん、聞かせてくれ。おい見ろ、あんなところにナイスボディな姉ちゃんが。却下、それは君がかけてほしい言葉だろう。でも僕だったら、そうだな。いいオーダーができたじゃねえか。お前もすっかり体調が板についてきたな。今はだ、よし。ようこそ、ウォルス。皆さん、やりました。これは陛下のレベル。今日は12って書いてあるレンチを取ってくれる？12、あった、これだ。ありがとう。ねえ、退屈
屈だったら食堂に行っていいのよ。誰かが遊んでくれるわ。っていうか取り合いよね。みんな興味津々だもの。あなたきっとじきにみんなのアイドルになるわよ。アイドル？可愛くて人気者ってこと。そんなことないよ。レイリーの方がずっと可愛くて人気者。まあそういうところが可愛いって言ってるの。いつまでもここにいてほしいけど、そうも言ってられないわよね。私やっぱり船を降りなくちゃいけないの？そりゃいつかはね。この間は最前線を行くんだもの。このままじゃ一般人のアンジェを激戦地に連れて行くことになっちゃうわ。詳しい処遇は艦長が決めるだろうけど、補給のタイミングでどこかの町に降ろすか。一番いいのはもちろんアンジェの記憶が戻ることだけどね。私の記憶思い出すの怖い？わかる。記憶って楽しいことばかりじゃないもの。だけど大切な人たちとの思い出をなくしたままなのはかわいそうだわ。大切な人たち、家族とか友達とか、まさか恋人がいたかしら、おませさん。かわいい。さ、作業を続けましょう。次はラグナリン混合機の動作が不安定なのよね。どこかのパーツが傷んでるんだろうけど、一旦稼働を止めてテストするしかないか。5番のバルブじゃないかな。え？負荷がかかって痛いって。本当だ、傷んでるのは5番バルブ。アンジェ、あなたすごい感してるわね。どうしてわかったのかしら、負荷テストしなきゃわからないような不具合を。レイリー、アンジェは一緒じゃないのかい？検診の時間よ。医務室にいるわ。そうか、ならちょうどよかった。彼女の処遇が決まったんだ。あ、そっか、もう決まっちゃったんだ。もう少し仲良くなりたかったんだ。いや、レイリー、違うんだ。アンジェはこの艦を降りない。え？当面はこのまま君のそばに置いて世話してほしいということだ。でもそれじゃアンジェが戦闘に巻き込まれることに。この艦はすでに敵地深くへ入っている。それに加えてこの気候だ。安全な受け入れ先もないまま艦を下ろす方が危険だという判断なんだろう。だけど艦長、妙に煮え切らない態度だった。何か別の思案をしているような。どういうこと？ごめん、僕には聞き出せなかった。とにかく彼女の安全には極力配慮して。分かってる。あの子が記憶を取り戻して故郷に帰るまで私が責任を持って守るんだから。そうと決まれば早速アンジェに報告に行かなくちゃ。
待って、レイリー、まだ聞きたいことが。やれやれ、すっかり夢中だな。素晴らしい、アンジー、見事な働きぶりだったよ。ドクターアンジーは。お姉ちゃん。アンジー、あなた、この匂い、血じゃない。どうしたの？もしかして怪我でもしたんじゃ。その心配無用だよ、レイリー。アンジェはどこにも怪我なんてしてない。さっきここに銃の暴発で怪我をした兵士が運ばれてきてね。緊急事態だが人手が足りず、アンジェに手術の手伝いを頼んだんだよ。私、助手したの。あなたが助手？すごいじゃない。さすがに血は怖いようだったが、落ち着いていて冷静だった。その子は天使だよ。血まみれの俺の手を握ってにっこり笑ってくれたんだ。おかげでろくに麻酔も打ってくれねえヤブ医者の手術にも耐えられた。お褒めの言葉、どうもありがとう。お礼にとびっきりしみる消毒薬を使ってあげよう。だあ、鬼、悪魔。セルジオさん、ダメだよ。冗談だよ、アンジェ。消毒は君がしてやってくれ。その方が傷口も痛まないらしい。はい。どうやら小さなナースが誕生したみたいだね。アンジェ。失礼。アンジェはいるかい？アンジェなら医務室よ。何か用？ジャガイモの皮むきを手伝ってほしくてね。帰ってきたら伝えてくれ。わかった、伝えておく。よう、アンジェ。ってレイリーだけかよ。アンジェなら食堂を手伝ってるわ。いやさ、洗濯物を干すんだけど一緒にやっちゃもらえないかなって。伝えておく。アンジェ、缶詰のドロップが手に入ったぞ。なんだ、レイリー一人だったのか。仕方ない、待たせてもらう。アンジェ、アンジェって。私だってアンジェと遊びたいのに全然帰ってこないじゃない。ああ、アンジェならいないわよ。お姉ちゃん、私だよ。アンジェ、ごめん、入って。もうみんな好き勝手に引っ張り回すんだから。いいいい、アンジェ、嫌だったらお手伝いなんて断っていいのよ。私、嫌じゃないよ。だけど私にはわかるわ。すごく疲れてるでしょ。あなたの体は本調子じゃないんだから。心配させてごめんなさい。でも、え、
ジュ。大丈夫だよ、私元気だもん。みんなお手伝いのご褒美だっていろんな食べ物分けてくれるの。食べきれないくらい食べてもうお腹いっぱい。そのせいかな、なんだか眠くて。疲れてるように見えるのはそのせいかな。じゃあ、はーい。あ、歯磨きは忘れずにね。お、はい。思い出か。思い出を作るだ？そう、アンジェに楽しい思い出を作ってあげるのよ。あの子の記憶が戻っても私たちのこと覚えていてくれるようにね。記憶が戻ってもか。なぜだかあの子、何かに追い立てられているようなところがある。確かにそうかもしれない。いつもあちこち走り回って、この前は機関室でアンドレを手伝ってたよ。驚くくらい筋がいいって。そうなのよ、あの子ナース以上に機関士の才能があるみたい。賢い子だよ、いつ見ても一生懸命だし。そこがみんなに可愛がられるゆえんなんだろうな。きっと記憶がないから不安なのよ。体を動かして考えないようにしてるの。だからね。まあ思い出作りくらいなら協力するがよ。一体何するつもりだ？聞いて驚きなさい。寒い。なんだって夏のお祭りをこんな真冬に。グズグズ言わない、もっと雰囲気出してよね。ほら来たぞ。あの食堂に来てってメモを見たんだけど。精霊節おめでとうアンジェ。驚かせてごめんね。精霊節はガリアに住んでる妖精や精霊たちが愛を交わす日とされているの。それにちなんで私たち人間も大切な人に心を込めた贈り物をするのよ。楽しんでくれればそれで。はい、それじゃあまずはラズからね。おう、俺は上物だぜ。アインヘムトで手に入れた一番うまいベーコンだ。これ良くない匂いがする。え、アインヘムトって一体何ヶ月前よ。残念だったな。ジャーキーなら日持ちはしたかもしれんが。っていうか女の子への贈り物にベーコンって。あのでも嬉しいよ。ありがとうラズ。あ、はい、次カイの番よ。私はこれだ。これはラ
ライフル弾よね。ちょっと物騒すぎない？これは私が作った特別製、中に入っているのは腹痛に効く内服薬だ。これさえあればたとえ腐ったベーコンを食べ腹痛を起こしても立ちどころに。次クロードどうぞ。僕はごめん、急だったからこんなものしか用意できなくて。管制室で使う海軍特製のレターセットなんだ。文字を書くことは脳の刺激にもなる。記憶を取り戻すきっかけになるかもしれない。ふーん、グロードにしちゃ気が利いてるわね。それじゃ最後は私の番。なんだよもったいつけて。それお前に支給された浮気じゃねえか。そうだけど、こっちはちゃんとアンジェに合わせてアレンジしてるんだから。ほらアンジェ、着てみて。あったかい。まだちょっぴり大きいけど、ありがとうレイリー。ナスもカイもクロードもこの間のみんなに、私出会えてよかった。絶対に忘れないよ。何があってもみんながくれたもの、贈り物と思い出とずっと一緒だよ。よかった、思い出作りは成功かな。いや大成功だ。違いねえ。